はい、どうもニーナです。それではフォールンオーダー続きをやっていきましょう。オーバーチャージをしちゃっていいのかな。ああ、この状態で、ああ飛びついてきてくれるのね。おお、え、またそこなの。ああ、上からなんか帰ってこれる的な感じになるのかな。まあ、一応やっとくか。で、こっちには何もないのかい。じゃあ次行きますか。で、ここは何もないと。はい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 。ちょっと待った。無意味な存在ですね。本当ですか。メンテナンスを要請中。取るにならない相手です。ですよね。まだ抵抗を。愚かですね。一つ先に取ってからよ。ご利用しちゃダメだった。あ、つかみ以外にもなんかあんだ。いてててててて。何回食らってるのこれ。BD 頼む。マジハッキング能力がないのが痛い。見えてるぞ。ふう。お、アップグレードできるじゃん。上に上がりたいか。このモーターでいける。どうだ。どういうこと。あ、ひょっとして上りも行けるようになったってこと。おお、ここは無理っぽいな。これで戻れるってこと。おお、すげえ。これでも登れると。こっちだ、BD。そうなると、もうね、息を吸うように回復しますけれども。そうなると、ここで、上に向けてやったときに、もう行けるようになるという。助かるビリー。おお、いや、これはいけるとこ広がりましたね。アクロバティック。バカはいやめてよ。痛い。お前は直に叩き潰してやる。ちょっと待ってね。
当てられないぞ。やめてよ。やつを攻撃しろ。気をつけろ。同時攻撃やめなさいよ。まったく。ふう。で、どっちですか？正面か。正面が行けるところ、裏はショートカットって感じかな？多分呼べない。はい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 。下から戻るときに使うところね。で、ここも頑張れば、ん？頑張れば戻れる。戻れる？ここ戻って意味あんのか？あー、そういうこと？へえ。全然戻らなくてよかったわ。ふう。だいぶ奥まで来たよね。近い近い近い。ってことはここがショートカットかな。またお前か。残念だというかね。ただいるじゃん、向こうめちゃめちゃ。開けます？あ、こいつ懐かしいな。いたぞ、そこにいるぞ。なんて腕だ。攻撃が当たっちまった。早く。時間がいる。逃げの出ないですね。メンテナンスを要請中。はい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 。あぶね。ビデ。うわははは、ちょっと待って。回避行動を確認。痛い痛い。無価値です。見えないところからそう来る。ここだ。危ね。くっそ。ハッキングさえできれば。完全性が侵害されました。取るに足らない相手です。注意。ふざけんなよ。もう満身創痍じゃないか。そして後ろにあったこれに全然気づかないし。いや、もういいんだよそこは。なんなんだ。距離を取りつつ攻撃しろ。はいはいはい、そこで戦ったってことね。ふう。これどこまで戻ってきてんだ。はいはいはい。ただもうここまで来たらハッキングするしたいけれども、さすがに先進みましょうか。こっちだ BD。 そこ
こにいるな。お前か。戦ってみろ、こっち抜け。そうだ、血を流せ。ふざけんな。よくは許されない。バラバラに掴んでやる。ふざけんなよ。いや、先進むの不安になってきたわ。ここは登れないのか？壁ジャンでいける感じ？もうちょっとか。壁ジャンもっとギリギリで飛んで、あれ？壁じゃんでいける感じじゃないのこれ。いけるよね。あ、セーブではないのね。逃げ出す作業員が置いていった。彼らはここにある歴史を大切にする気なんかなかったんだ。なるほどね。間もなくゴールだよな。そして満身創痍でござる。あ、あそこにセーブポイントが見える。がしかし、がしかしじゃねえかよ。え、どうすんのあれ。無理じゃね？いけないぞ。こっちか。やめて。え、怖いってめちゃめちゃ。え、こっち飛べんの？おお、あ、ちょっと危ね。勘弁してよ。どっちだ、こっちか。あー怖い。今度こそセーブポイントか。あぶねー。よかったよ。ふう、一安心。で、どうなってますかね。風がめちゃめちゃ吹いてるけど、こんなとこか、戻れる？いや、無理だよな。無理無理。ショートカットとかではないのか。で、降りると目的地ってことか。行きましょうか。そしてこれを終わらせてね、早く取りに行きましょう。キャッシュエクに（笑）カルケスティス、やはり来たか。ああ、そうだ、名は知ってる。過去、そして何よりコルドバのこともだ。奴はどこにホロクロを隠した。いいだろう。よっしゃ、勝負だ。勝ち目などない、受け入れろ。
おお、かっこいい。おお。なんだろう。この程度で効くものか。ノロマだな。ノロマ呼ばわりか。ここだ。面白いな。慣れないぞ。おお、やる。いいだろう。動き早すぎない。次は当てる。おお。やる。はい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 。うわあ、やるな。手を勝てビリ。おお、そういうのもあんの？危ない。弱すぎる。くそ、強すぎるんだよ。それだ。この程度で効くものか。はい、あー、ガードじゃない。頼むビリー。はい、勝ち目などない、受け入れる。はい、なんだと。ずるいずるい。弟子ほどの才能はないが、悪くない。覚えてるのか。何も聞いていないのか。視野は秘密を漏らすのが得意だったが。視野の何を知ってるんだ。弱い女だ。帝国の尋問に耐えられなかった。守るべきパダワンの居場所を吐いたのだ。あの女が言わなければ。私は見つからなかった。私を裏切った通りだなのか。その通りだ。俺は惑わされない。それはどうかな。自分とパダワンの命が天秤にかけられた時、あの女は自分を選んだ。お前も裏切られる。俺は自分を守れる。それはあまりに甘い考えだ。新しいマスターは闇を抱えている。この私に帝国がした仕打ちを見たとき、どんな顔をしたか。あの女は本性をあらわにした。ダークサイドに手を伸ばしたのだ。シアはフォースとの絆を絶った。おお、じき闇を抑えきれなくなりお前を裏切る。ホロクロンを見つけたとき、そんなのがそばにいたら。ジャロタパルは何という。マスターの名前を出すな。果たしてかつてのパダワンの慣れの果てをどう思うかな。裏切り者とコソコソと動き回り、大勢の無垢な雛鳥たちをあの女に差し出すんだ。やめろ、絶対に渡さないぞ。私も一度はそう誓った。衝撃の展開なんだが。マジっすか。強かったな。このまま先進んでいいのかな。まあ、戻れないか。おっと。いやー、衝撃の展開でしたね。
そしてここはどこだね。さっきは本当に助かった。恩人だ。霊廟にも近づけた。BD1 いなかった。死んでたね。こっち行っちゃっていいとこでしょう。この下は何もないの。この下は、いや、何もないか。いや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 、このままちょっと霊廟に向かいますか。よし、まあ、ちょうどいいとこにセーブポイントもあったのでこれくらいにしときますか。いやー、なかなかまさかの展開でしたね。確かに尋問官が、まあ、全く見知らぬ人間であるとは限らないなとは思っていたものの、想像を超えてきましたね。また尋問官とのバトルも激しいものになっていきそうですね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まった見てねー。